嵐ゆうきが手掛ける新店舗アトムユナイトが満を持して大阪ミナミにグランドオープン。しかし、いや、やばい、マジでコピー機、コピー機のコンセントない、シャングラが届いてない、モカボムのグラスとかシャンパンのグラスとか。準備不足の中で起きたさらなるトラブル。何近くなの、そもそも。全然そんなところです。抜けるタイミングで床も流してないとか、マジでみんな分かってるから、うん、ホールゼロで生まれまくってるから。おいお前、ドリンク取りに来たよな。そうっす。何してんの。ちょ、お前が指示出せよ。だってほんまにこれマジで1個だけほんまに言わせてほしいんですけど、マジで内勤が見た目ちゃんとすると売り上げ下がると思う。激動の2日間、その一部始終をカメラが追った。2024年8月1日、この日、翌日のオープンに向け最後の準備を行っていた。ちょっと整理整頓してほしい。あれですね、基本的に猫が作業する場所になるから、まあ、自分のやりやすいところで。あれですね、今度大体をこれメニュー表ですか。メニュー表ですね。ここに男本とかドリンクとか全部延長プランも込み込みで。アトムユナイトは様々な要因によりオープン予定日から1ヶ月の延長。紆余曲折あり、ようやくグランドオープンにこぎつけた。彼らは明日の記念すべき日に向け、各々が最後の準備に取り掛かる。そんな彼らの中には初々しい顔ぶれも。彼はあれですか、入店したてって感じなんですか。ナイトから入店ですね。ナイトから入店って感じ。まだ現時点決まってないです。あ、なるほど、はい、名前なしです。本当にこれからなんですね。はい、名前なしです。なんでユナイトを入ろうと思ったんですか。まあ、2年くらい前からまあホストとかには興味あって、アトムグループっていうところを知って、で、今新店舗ができるっていう話を大岡さんから聞きまして、それやったら新店舗でお世話になりたいなみたいな感じで。従業員が一丸となり明日のオープンに向け準備を進める中、密着ディレクターはある疑問が。これは終わるんですか。わーるんじゃないですか。はい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 。まだまだやることは山ほどある。掃除をしながらも彼らは明日のオープンに心躍らせていた。やっぱオープンとか楽しみなもんか。もちろんですね。工事の途中段階の時とかも僕ら見に来たりしてたんですけど、はい、やっぱ完成するまでも見てるし、愛着もあるし、ね、もうすでに。あとこの箱はエグいっすね、綺麗すぎて。この店の新たな顔となる彼、新代表結城ニコも従業員に店内の使用方法を共有。簡単に左からずっとぐるーっと回ってきて、で、最後発送の手前が15卓から。結構ゆとりあるにしては席数も多いし最高です。最初梅田から来るときに大体1000万ぐらいのメンバーで来たんやけど、めっちゃ辞めました。結構売り上げ作ってたメンバーが辞めたにもかかわらず、今また同じ数字まで持ってこれてスタートできるっていうのはすごいありがたい話やし、新しい仲間も増えて、まだちょっとミーティングでもないけど、ちょっとですね、なんか綺麗に扱ってほしい。ゆうきさんがめっちゃ考えて作ってくれた。ゆうきさんが守ってほしいっていう憲法を。そんな中、ある問題が発覚していた。いや、やばい、マジで。コピー機のコンセントない、シャングラが届いてない。リアルにオープン準備やばい。リアルにちょっとやばいっすね。品川の納品が間に合ってないやつが何種類かあって。何が足りないんですか。コカボムのグラスとかシャンパンのグラスとか仕掛けはないっすね。とかなくて。シャンパンのグラスなかったら、そうですね、シャンパン飲めないですよ。そうなんですね。みんな、そんな瓶出してくれるんやったらいいんですけど、リアルに全然間に合ってない。業者が遅れてるんですか。
いや、そもそも発注がそんなに早い段階で発注できてなかったっすね。まあ本来はでも1週間ぐらい前に届いとくのがベストっすけど、届かず明日までには間に合うんですか、それは。リアルにが、それ今日のお昼に確認したんですけど、別の業者に明日行けますかっていうふうにやったんですけど、はい、取り寄せになるから明日は厳しいかもしれないっていうので。なるほど。だからもう明日のお昼ぐらいから動き回って、あの市販のシャンパングラスを買い集めるとかに。なるほど。で間に合わせるしかないです。準備の方だいぶしてたんですけど、はい、ちょっとやっぱりまだそこの部分、準備とかの不足がやっぱりちらほら出てきたりとかで、やっぱり、まあ、最終的には準備不足だったんですけど。結構不安さしました。不安っすね。けどまあ不安にはならへんぐらい、ちょっと一回そこのシステムとかに関してとか、そこの準備、あの今物で言ったら足りひん物とかあったらどうしても仕方ないんで、できる限り間に合わせるようにはしたりはするんですけど、システムとかの部分とかは、スムーズにより営業できるように、またこの後内勤で喋ったりとか、代表とかと話したりとかっていうシステムの落とし込みとかも今していくっていう形です。23歳という若さでこの店の店長に抜擢された玉木は、明日のオープンに不安を隠せずにいた。玉木さんってもともと店長を目指してたとかあるんですか？思い的に結城さんの支えになったらめっちゃいいなって思って、ずっと思ってたんで、それだけでもう一生走り続けたって感じですね。店長を目指してたっていうか、なんか力になりたいというか、この人についていきたいなって思ったのは、もうそれが何よりもきっかけででかいですね。オープン準備とかちょっとほんまはこういうとこ見せたくなかったけどな。なんとかこの日の作業は一通り終了。従業員を集め、改めて自己紹介を始めた。実は全従業員が初顔合わせをしたのはこの日が初めて。一人一人自己紹介を終え、最後に新代表となる結城ニコが彼らに思いを伝えた。じゃあ改めて、この店で代表させてもらいます、結城ニコです。僕小箱で働くの初めてで、しかも自分が代表するってなるのが初めてで、分からんことの方が多いし、みんなに助けてもらうことが多いと思うねんけど、僕は、結構みんなのためやったら何でもできると思ってて、でも僕一人でできないこともあるから、もうほんまにありきたりなセリフやけど、一人はみんなのために、僕はみんなのために、みんなは一人のために、まあ別に真のためじゃなくて、みんなが頑張って真売り上げ上げろ、酒飲むな俺らつって、誰かのために頑張れる。なんで泣きそう。結構正直めっちゃ不安やし、なでもみんな追ってくれるから頑張れるし、今のメンバーがユナイトオープニングスタッフになります。僕もみんなも、簡単な言葉で言ったら幸せになってほしいし、みんなにお金持って帰ってもらって、自分で将来したいことできるような店作ってみたいです。でも楽しいことばっかりじゃないし、ホストしてて8割はしんどいことばっかりです。しんどい時期も絶対諦めへんからついてきてほしい。僕も代表の次、ここからここの店舗をここにいる誰かに任して、次の店舗を増やして、僕もプロデューサーになって、誰が代表になってもいいや、みんなが自分でお店の代表になりました。もうこうなったら分かるけど、本当にもう
従業員ってすごく大切な存在で、まあ、いたからもののように大事に思ってるから、明日から、ちょっとみんなも不安やと思うけど、僕もそうです。でもみんながおる方頑張れるから、それはほんまに、だから、みんなでいいお店作っていきましょう。明日からよろしくお願いします。ありがとうございます。僕、代表になりたくて入ったから、あやさんに代表になりたいっつって入店面接の時に、いやすごい念願やけど不安の方がやばい泣いてまうぐらいからソファーでもね、こうなるとは、こうなるとはっていうのは代表になれるとは、まあ代表にはなろうと思ったけど、そのそもそも今の立場ぐらいに来た時に、まあ名古屋行ってくれとか、リブやってくれとか、南行ってくれとか、うん、ってなって、まあ僕はもうゆきさんのためなら世界中どこでも行ける人間やから、うん、まさかね、あの南で一部としてこんないい箱をもらえると思ってなかったから、まあでもゆきさん曰く、まあ、新しいことに挑戦するなら2個つってたから、だからそれはすごい期待されてるっていう意味で嬉しいなって思って、ゆうきさんのためにやっぱそこまでできる理由って何ですか？まあでもやっぱ助けてもらったことが多すぎて、僕がしてあげたことより助けてもらったことが多いから、まあ恩返しじゃないけど、それかな一番は。アトムユナイトは明日オープンを迎える。しかしこの時は翌日起こる悲劇を誰も予想すらしていなかった。まあ、あと南であのユナイトオープンできることになったんで、しっかりとお客さん楽しませるのって当たり前なんやけど、まあ、自分も全力で楽しめるように。じゃあ今日は初日なんで楽しんでください。 OK ですか？イエーイ。どっちで行くんですかね。分からん、俺とりあえず1番にしたけど。はい、いいよ、3番にします。メニューですか？お客さんに伝えてたボトルの値段がちょっと違ったみたいな。あー、まあそうっすね。何遅刻なの、そもそも。全然、そんなところです。おいお前、ドリンク取りに来たよな。そうっす。誰が、何してんの。看板のファーストもらって。そもそも、昨日から何回でオペレーションしといてねって言ってるんですよ。オペレーションしといてねって言ってるんですよ。多分結局多分してないまま掘って、小学生のサッカーみたいな。